芋がだいぶ大きくなってきました。だけどちょっとこう、これだともうほぼもやしみたいな感じなので少し間引きます。そうしないと本来成長するべきやつもちょっとこれだと窮屈かなって感じがするので、だいぶ密集してたところを刈り取りました。これで風も通りも良くなってまた元気に育ってくれるといいなと思っています。菊芋は結構大きくなって2メーター近くにもなって菊みたいな花が咲くので菊芋と言われているそうです。このまま冬まで置いておいて枯れてきたら下から芋を取ります。結構サクサクした美味しいお芋です。今後がまた楽しみです。